プリンス・ジョンソン・プリンス・ヨルミエ・ジョンソンは、西アフリカのリベリアの反政府組織リベリア国民愛国戦線の元軍事司令官で、そこから分離したインプフルの元指導者。リベリアの独裁的な大統領サミュエル・ドーを捕まえ、処刑した人物でもある。その後ナイジェリアで牧師となっている。1952年に、リベリアのニン馬軍で、ギオ族の両親との間に生まれる。 1971年に陸軍に入隊し、1974年には、中尉に昇格。アメリカでの訓練を経て、リベリア憲兵隊長まで昇格するが、自動車事故の負傷により1977年に除隊した。陸軍在住時は、サミュエル・ドー軍曹の上官だった。1980年に、アメリコ・ライベリアンの政権を終わらせるため、 クラン族出身の同軍曹を中心に、先住民族で長の軍人らが、軍事クーデターを起こし政権を握る。しかし1985年に、同政権がクラン族優先の政策をしていたため、それに不満を持つ義与族の軍人トーマス・クイーオンパラと、共にクーデターを起こすが失敗し、コートジボワールへ亡命している。1987年にチャールズ・テイラーによる、 同政権打倒を狙ったリベリア国民外国戦線に参加しリビアでゲリラ訓練を受けた。1989年に NPFL の軍事司令官としてテイラーと共にリベリアに侵入してリベリア内戦を起こした。しかしテイラーと政治的な理念などの違いなどで対立し1990年2月にテイラーが反逆罪で ジョンソンを処刑しようとしたため、同胞の義オ族の兵士らと共に NPFL を離脱し、リベリア独立国民外国戦線を結成した。1990年9月9日、同大統領がエコモックにジョンソンの敵テイラーを倒し、ジョンソンとの間で同盟を組む協議をしたい。祖国はこれまであまりにも戦争に蹂躙されすぎてきたと訴え、エコモックの仲介を頼みに、 エコモック駐屯地を訪れた。そのことをエコモックの召喚から知らされたジョンソンは、どう捉えるチャンスと見て、主囲よ、イエスよ、と叫び、私も全く同じことを考えていた。私も戦争に疲弊している。同大統領は真の愛国者だ。私は今から彼に会いに出かけ、彼に抱擁して接吻しようと、今からどうに会いに行くと、エコモックの召喚に伝えた。 そのことは、銅の耳に入り、銅はそのことをすっかり信じエコモック駐屯地で、ジョンソンが来るのを待っていた。しかしそれは嘘で、ジョンソンは銅を捕らえるためにエコモックの中屯地に、兵士20人ほどを送り込んだ。エコモックの中屯地には武器を持って入ることは、できないので、ジープの座席のもとに武器を隠し中屯地に入った。インプフルの兵士らはまず参謀本部で無防備な、 銅の護衛の部下90人を見つけ皆殺しにした後、銅がいる2階に侵入した。そこで、エコモック司令官が、あっさりと銅の身柄を引き渡したので、インプフルはついに、銅を捕らえた。ジョンソンは親アメリカ主義者で、また、エコモックと共闘しており、アメリカは銅を、これまで支援してきたものの銅のやり方には、へきしており、銅を倒すために密かにジョンソンに、 武器支援を行っていたと申される。銅を捕らえたインプフルの兵士は銅をジョンソンが待つ、モンドビアの港にあるインプフルの陣地に連れて行った。ジョンソンはまず、殺す前に、銅に苦痛を与えてやろうと、銅を地面に抜かせ、部下に命令し蹴りを入れたり殴るなどして、痛みつけ、お前だな、大統領になるために戦争をした男は、お前など、悪魔だ。悪魔が取り付いた男だ。 武器の力を借りて、大統領で居続けた男だと銅に言い放った。銅は、ジョンソンと和解しようと必死にジョンソンに対話を求めるも、ジョンソンは、お前は、私と話をしたいというのか、誰が悪魔などと話をするかと言い放ち、ジョンソンは部下に、銅の耳を切り取れと命令した。銅の耳は切り取られ、さらに苦痛を与えるため、ジョンソンは、銅の足や胸を切りつけ、 指なども切り取るように指示し、残酷な拷問の末に、銅を銃殺刑にした。銅大統領を殺したジョンソンは自分こそが暫定大統領だと主張したが、結局はエーモス・ソーヤーがその座につくこととなった。前述の通りジョンソンは親アメリカ、親エコモックデリ、そのためリビア政府と親密な関係を築くテイラーに不満があり、アメリカによる リベリア内戦の介入を強く求めていた。1991年には独立民主党を結成したが、インプフル内部での残虐行為が明らかになり、他の勢力から殺人の罪などで圧力を受けるなど次第に立場が弱まっていき、1992年にインプフルを解散、ジョンソンはナイジェリアへ亡命した。その後、リベリア国内の不安定な情勢から完全に孤立し、 1997年にナイジェリアでラゴスにてキリスト教を求め牧師になることを明らかにした。牧師となったその後、ナイジェリアのキリスト教伝道士の預言者 TB ジョシュアの呼びかけによる仲介でジョンソンは残された同の家族と和解している。キリスト教に救いを求め牧師となったジョンソンは TB ジョシュアのことを精神的な父と呼び尊敬している。 内戦終結後の2004年3月に彼はリベリアに戻り、再び政治家になるため、選挙活動をし始めた。そして2005年の選挙で、任馬軍を代表する上院議員に当選した。2011年10月11日に行われた、リベリアの大統領選挙にも出馬したが、得票率11.6%で3位に終わる。この選挙では、 現職のエレン・ジョンソン・サーリーフ大統領が再選し、ジョンソンはサーリーフの支持を表明している。2017年の大統領選挙では、得票率8.2%の4位。ジョージ・ウェア候補の支持を表明した。ありがとうございます。